はいどうも、クリアラゲタチャンネルです。本日もよろしくお願いします。YouTube の更新がだいぶ滞っておりまして、はい、もう多分投稿としては2、3ヶ月ぶりぐらい、最後に投稿したのが亀貝さんとのコラボ動画になるんですけど、だいぶ前ですね。はい、まあ今回動画撮っていこうとなってたのはですね、次戦7月22日に、僕の試合が決まりまして、そちらの報告動画になります。で、まあ、各 SNS、Twitter であったり Instagram であったりとか、そういったところではもう発表の方はしているんですけれども、ちょっとこちらの YouTube では撮る時間がちょっとなかなかまだ作れていなかったので、ちょっと遅れての投稿になってしまいますが申し訳ございません。対戦相手としましては、今回レナン・ポルテス選手というフィリピンの選手ですね。で、こちらの選手は別に世界ランクに入っているわけでもありませんし、東洋ランクに入っているわけでもないので、今回の試合に関しては、東洋の防衛戦でもなく、ちょっとノンタイトルのスーパーバンタム級、普段の1階級上の階級での、試合となります。で、そうですね、この試合が決定する前も、5月末の一力の興行でですかね、パンフレットの裏とかにももう、次戦7月22日栗原出場予定っていうのが書いてあって、で、まあ自分自身も、まあ7月22日に試合するんだなという気持ちではいたんですけども、まあなかなか対戦相手が、東洋の防衛戦で僕としてはやっぱり決めてもらいたかったっていうところが、正直なところ、なかなかでもそれがやっぱり決められないというか、決めづらい状況にあるっていうのは会長からも聞いてまして、まあ理由としては東洋のランキングですかね。今現時点でやっぱり日本人の、世界のランクを持っている選手がすごく多くて、東洋のランクの上位見てみると、その世界を狙っている日本人選手ばかりであったりとかで、まあ大体が東洋のランクって日本の選手とフィリピンの選手で、僕の今のバンタム級っていうのは大体埋まっちゃってるんですけど、まあその中でもそうですね、こうその、まあ、世界狙って絶対に試合やらないなっていう選手を除く、あとは引退してる選手もいたりとかして、そういった選手とか次戦が決まってる選手を除くと、確かに7月22日っていう日程でできる選手っていうのは残り2人ぐらいしかいなくて、でその選手たちにも声はかけたみたいなんですけど、ちょっと今回は時間というか、まあ今回はまあ折り合いがつかなかったということで、7月22日今回はノンタイトル戦という運びになりました。で、まあだからといってこう自分自身がなんていうんでしょうね、こう対戦相手を甘く見て勝てるような人間でもないので、まあ実際にやっぱ僕をよく知ってくださってる応援者の方々はよく知ってるように、こう危ういところっていうのはやっぱりあるのはもう自分自身でも分かってるんで、はい、まあ本当に最大限注意しつつ、はい、まあ今この7月の試合が決まるまでにもこういくつか試合が決まりそうな、タイミングがあったりと、なかなかこういい半年を、まあ、1月の試合終わってからいい半年を過ごせていたので、その、まあ、自分の成長がお見せできるかなと思います。はい、でもう7月22日に向け、もう今現時点であと3週間後が試合っていう状態になってますんで、かなり準備の方は順調に、対策の方も万全に行いながら準備が進んでいますので、ぜひご期待ください。で、まあ自分のやっぱり気持ちとしては、今の世界ランキングとしても、まあ、あとは、まあ前回か、まあ前々回であったりとか、まあ直近の僕のこの戦績であったりと、まあ負けて勝ってっていう、まあ状況なので、まあやっぱりこう、いきなり世界戦はっていう
なかなかそういうやっぱ負けいっぱいがすごく重たい競技なので、まあ、やっぱ自分にが今こうすぐにそういう世界っていう立場で今ないので、まあ、チャンスがもちろん来る、立ち位置にはつけてはいるので、まあ、そういうところは待ちつつ、まあ、ただどんどんと試合をやって実力をつけて、まあ、その一発でそのチャンスをつかめるようにですね、こう実力をつけていかなきゃいけないなと思ってます。なので、まあ、そういうお話が来るまで、まあ、そういう話が来るっていうのもそうですし、まあ、自分自身がそういう指名権とか得られるぐらい上に行けるようにですね、防衛戦を重ねて実力をつけていけたらいいかなと思ってます。まあ、なんでね、まあ、次のレナ・ポルテス選手はすごく、13勝16敗と、負け越しの選手ではありますけども、すごくディフェンスに長けた選手で、なかなか思うようにボクシングを自分自身させてもらえないと思うんで、そこを、まあ、いかに丁寧に倒すかっていうのを今回は自分の中のテーマとして置きつつ、圧倒して勝ちたいなと思っております。ぜひ、ご観戦予定の方、応援の方よろしくお願いします。で、この試合ですね、興味持っていただけた方ですね、こちらの動画の概要欄に、今回の試合、ボクシングチケット .com 様のサイトより、ご注文の方を受け止まっていますので、ぜひそちらの方から、ですね、チケットの方情報を入力していただいてご購入いただけたら嬉しいです。で、まあ、今回の試合に関してもいつもサポートしていただいているスポスター様が、特設ページを作ってくださっていますので、そちらの、ページを見ていただくと今回の試合に関してもとてもよく分かりやすく書いてくださってますので、見ていただけると嬉しいです。はい、まあ、こんな感じかな。それでは今回の動画ご視聴いただきありがとうございました。またそうですね、 YouTube の方も、更新できたらいいなとは思ってますので、はい、ちょっと、ま、YouTube を楽しみに待ってくださってる方は、すいません、お待ちください。ありがとうございます。はい、では、次回もまた会いましょう。バイバイ。